ニート極道。鬼焼組襲撃事件から4日後、牧村マンションレンタルゲストルーム。はい、これ頼まれてた引っ越し先の候補リスト。助かる。いくつある？3つ。一応全部 2LDK 以上な。うちの組がある程度縁があるとこだけに絞ったから少なくてあれだけど。いや、ありがてえ。セキュリティは？大使館クラスって言われてんね。ここでダメなら普通のマンション諦めた方が早えよ。自力でシェルター作ったら？それって？牧野の新居だよ。ずっとここにはいられないっしょ。社長、引っ越すんですか？引っ越すことにした。今の家も気に入っちゃいるが、一度や二度後つけられててもおかしかねえからな。事務所も一回完全に契約切って畳む。なくてもやっていけることが分かった以上、こだわる必要もねえだろ。それでいいんですか？逃げ回るのは性に合わないって言ってたのに。今回牧村さんがすげえ動いてくれたよな。音焼組の組長との録画を見たが、相当やばいとこまで踏み込んで煽ってた。仙台越しの犯人が誰かはともかく、あまりとしては絶対につついてほしくねえ話だっただろう。牧村さんはそれをあえて口にして、自分にあまりの注意を向けた上、音焼組の資金を奪って身動きを取れなくした。さらにあまりは今回の件、大番組本家が裏で糸引いたって思い込んだはずだ。本家？今回全然関係ないですよね。ないだが、あまりは警戒心つーか再現心が強いやつなんだろう。まあな。前の事件の時の残党も新海組長はほっとけっつったらしいのに、わざわざ始末しに行ったくらいだからな。アキラたちはそれに巻き込まれたわけだけど、そういう人間だから、あの日あいつがわざわざあんなかしこまった格好で現れたことについて、あまりはいろいろ邪推する。もしかして本家に行ってたんじゃねえかとな。あ、となるとこの時点で、あまりの優先事項は本家からの追撃を防ぐため、音焼組事務所を修繕してガードを固めること、あるいは移転先を探すこと、奪われた金をどうにかして補填すること、牧村さんを黙らせること、今川組に返しをすること。ただしどれもこれも金がないとどうにもできねえ。てことは優先は金だ。奴は金策に必死にならざるを得ない。そしてここまで追い込めば、音焼組の金の流れを探ってた人間や田中の拉致を妨害したのが誰かなんて気にしてる場合じゃなくなるってわけか。牧村さん、そこまで考えてたんですか。すごいですね。そのくらいしねえと牧野たちが危ないと思ったんじゃないかな。やっぱ組員って裏社会にすげえ根を張ってるしさ、敵に回すとやべえかね。地下銀行の件は牧村さんが牧野に頼んで探ってもらったわけだから、その辺責任は感じてると思うよ。そこまで気にされるこっちゃねえのにな。だがあの人がそれだけやってくれたんだから、こっちだって逃げんのが嫌だなんて言ってる場合じゃない。俺らは俺らでプライドも何もかなぐり捨てて、構想が終わるまできっちり自衛する。それが守られる側の流儀だろ。牧野さん、次の住処が決まり次第ここ出てくから、物件見とけ。お前が住みたい方決めていい？はい。林田ちゃん、どれにする？こんなに部屋数いらなくないです？ 1LDK とかでも私はいいんですけど、家賃安いし。待て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 。牧村自宅。ただいま戻りま。しっかりしてくださいヒロさん。なんだ、どうした？今この間のゲートボール上のやりとり録画したの見てたんですけど。俺が何かに使えるかもってこっそり撮影してたやつか？それっす。そしたらヒロさんがぶっ倒れて。すーげー幸せな顔で死んでんな。こうなるだろって思ってたから、ヒロが合流する前の動画は見せなかったんだけどな。あ、すみません。本人見たがってたし、まあしゃあねえだろ。それ放置でいいぞ。え、でも牧村さんが仕事終わって部屋から出てきたら何事もなかったようにスイッチ入るから。それはそれで逆に大丈夫じゃなさそうなんですけど。気持ちわかりますけどね。あまり組長とやり合ってる兄貴めちゃくちゃかっこいいし、ヒロの前髪掴んだ手打ち抜いてやりたいとかすごすぎません？
大事にしてもらって幸せもんだと思うよ、こいつは。それは俺らみんなが言えることだけどよ。俺ら二人とも牧村さんに助けてもらいましたからね。ガチで死ぬところでしたから、マジ感謝しかねえっすよ。ああ、でも今は小塚の兄貴に面倒見てもらってますけど、小塚さんもすげえ気配ってくれてありがてっすよ。だよな、俺ら上の人に恵まれたわ。最高だよな。こんな話聞いてる後ろでヒーローがいい顔でぶっ倒れてんのすげえ気まずい。ああ、ウェブ会議終わった。あ、お疲れっす。お疲れ様です。休憩しますか？ありがとう、たくさん喋って喉乾いたからお茶が欲しいな。玄米茶でいいですか？それとも紅茶とか？すげえ、プロだ。ところで、誰かさっきヒロさんって叫んでなかった？ヘッドホンしてたからよく聞こえなかったんだけど。気のせいじゃないですか？牧村さん、なんか甘いものを食います？それじゃあ、田中さんは無事に見送ってきたんだね。はい、三号会の船乗りました。向こうは仕事として請け負ったんで、必ず無事に送り届けると。そっか、よかった。田中さんの見張り兼ガード、ありがとう。大変だったよね。いや、俺らは別に。そうっすよ。それにアキラとは結構気が合ったみたいで楽しそうにしてましたよ。もしかしてあの人もシルバニア好き？いや、そっちじゃなくて、お互い反社出身で向こうが呼吸トス知ってたんで、今どうよみたいな話で。アキラがリーダーだったっつったら驚いてましたよ。だよね。つってもよ、俺は押し付けられてトップやってただけで下にいる方が向いてんだよ。だから今すげえ居心地よくて。それも困るけど、うち暴力団だしね。谷原、お前時間はいいのか？あ、やっべ、そろそろ支度しねえと。支度？どこ行くの？昨日から俺バイク便やってるじゃないですか。それです。ああ、郵便配達の代わりだっけ。構想が激しくなると郵便も使わせてもらえなくなっちゃうんだな。いや、今はまだ行けてますよ。でもこの先どうなるかわかんないんで。郵便物だけじゃなくて宅配便もダメになる？差出人が組員だってバレると断られるって聞いたけど。そういう規定はあるようですが、実際断られたって話は聞きませんし、預けた荷物はちゃんと配達されますよ。でも抗争が激化してくると札もいろいろうるさくなってきますから。組事務所の間での定期便を作っとくってことか。それって誰の提案？うちの古参幹部ですよ。牧村さんが事務所用にバイク買ったんで活用しようぜって話になったんです。そっか、構想中っていろいろあるんだな。谷原くん、仕事増えて大変だけど頑張ってね。はい、頑張って行ってきます。なあ、俺も一度事務所戻ります。あっちの用事もあるんで。気になってたんすけど、今回の件わしおにはどこまで話してたんですか？わしおは警察なんでやばいっすよね、襲撃の件とか。襲撃の方はほとんど話してないよ。わしおさんには俺がミクリアさんに会いに行くので目立つような感じで巡回お願いしますって頼んだだけ。とはいえ、わしおさん察してないわけないよな。それでも突っ込んで聞いてこないのは信用してくれてるからっていうより、音焼き組が簡単に人を消しすぎるからだろうな。その音焼き組の行動力を削ぐ内容だと思ったから黙って協力してくれたんだ。でも最初から全部言ってたら多分。ああ、おかしいな、俺ただのニートだったのに。今だって気持ち的にはあの頃と何も変わってないのに、どうして俺はこんな。って、そんな遠い目して余裕ぶってる状況じゃない。はい、だって俺の周囲で殺人事件とか起きてんだよ。殺人だよ、殺人。改めて考えると怖くない？やばくない？消すとか始末するとかそういう単語、日常会話に出てくんのおかしいじゃん。したんすか？俺とんでもないことしてるなって。そんだけ。もしかしてあまり組長に喧嘩売ったことを後悔して？それはない、あの人は本当嫌いだから。まだ文句言い足りないから全然。それにミクリアさんのことだって。あ、野口さんだ。牧村か、
ギリごとだ。二重組の茂次組長のごぼ堂がなくなった。え、ごぼ堂ってことは二重組の先代の奥さん？そうだ、先代はとっくになくなってるけどな。先代の姉さんは王女隊の二重組を取り仕切った上、他の組の世話もしてた。影響力がでけえお人で、昇降したいって連中は多い。それに二重組は自社と縁が深いから密葬ってわけにはいかねえ。このご時世だが大々的に改装をするそうだ。うちも他の組も組長と若頭が揃って出席する。うちからは俺とてめえだ。俺？わかってると思うが、二重組を引き入れて回転組の連中も必ず証拠に来る。新海もあまりもだ。それに若頭の黒瀬も来る。お前連中に近づくんじゃねえぞ。って言われましても、向こうが近づいてくる気がするんですが。うるせえ、俺だってそれを一番心配してんだよ。とにかく葬儀は明日だ。もう服支度しとけ。あと髪型もきちんとしとけよ。後で詳細は連絡する。いいな。そんな無茶な。前の大事件もお葬式の時だったじゃん。これ本当に無事に済むの？この状況で敵対組織勢ぞろいってさ。牧村さん、どうしたんすか？これからどうにかなるかもしれない。え？ギリごとはめんどくさがるのに、今日は随分ご機嫌なんですね。てっきり行かないと言い出すかと思ってたんですが。バーカ、行くに決まってんだろ。俺が死にかけてるって思ってる連中に顔見せてやらねえとよ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとコメントもどうぞよろしくお願いします。実写化、漫画化を目指して頑張ります。